船岡咲のさきチャンネル。みなさんこんにちは、船岡咲です。ただいま、お仕事に出かける出勤前の寝起きの船岡でございます。イエイ、おはようございます。今日の動画はなんかおもむろに、全然時間ないのに動画を回しておりますが、今日の動画はじゃーん、こちらですね、コスメデコルテさんの2021年メイクアップコレクションクリスマスコフレを船岡ゲットしました。イエーイ。こちらですね、クリスマスコフレなんですけど、クリスマスコフレってこういろんなメーカーさんから毎年ね、あのクリスマスに向けて出されてるんですけど、このコスメデコルテのクリスマスコフレはね、今年人気ナンバーワン、入手困難な商品なんですけど、先日これプレゼントでいただきまして、嬉しい、かわいい、ずっとネットで欲しいなって思ってたやつをゲットして、であまりの可愛さとメイク道具の綺麗さにもったいなくって、私こういうやつ使えないんですよ、いつも。もうせっかくいただいたので使いたいなって思って、今日はお仕事の前にこのコスメデコルテさんのアイテムでクリスマスコフレでメイクをしようって思って、こう動画を回せばこのメイク道具もこうなんか罪悪感なく使えるかなって思って撮ってます。なので早速開けてみたいと思いますが、まずこのポーチ可愛いんですよ。なんかコン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 みたいな感じで、外壁が強めで、なんか重要な機械を入れても大丈夫そうな、意外と頑丈なポーチに入ってます。中を開けるとこれ4アイテムあります。まずこちらね、チークカラーパウダーブラッシュ、チーク、こんな可愛いんですよ、こんなパステルマーブル柄可愛い、これチークこんな感じです、可愛いですね、うん、はい。そしてこちらアイグロウジェム、アイカラー、多分アイシャドウみたいな感じのラメちゃん、ピンクっぽい色で可愛いです。マジで眠い、寝起きすぎて。そしてこちら、これがね、私すごい嬉しいなって思ったんだけど、フェイスパウダーということで、お粉ですね、ファンデーションのお粉、はい、とこちらルージュデコルテ口紅です。色はこんな感じ、ピンクっぽいですね、がっつりピンクって感じ。この4アイテムなので、早速使っていきたいと思います。まずね、私は今ね、下地の、ね、時間大丈夫かな、やばい、あと5分ぐらいで終わらせないと。クッションファンデを塗ってます、それだけやってます。なのでお粉をパフパフしていきたいと思うんですけ どんなあー、かわいいですね、中もピンクふかふか、あ、本当に新品。このね、あー、シールをね、いつも剥がすときにね、ここなんか飛び散るんだよね、こういう、なんかやっぱピンクっぽい、全体的にピンクっぽいんですよね、アイテム。すっごい雑なんだけど、パフパフ乗せていきたいと思います。ここに乗せちゃう、こういう感じ、こういう感じです。なんか雑なのでいっちゃいます。これね、ほんとメイク上手な方はね、こうなんかもっと上手に乗せるんでしょうけど、なんか時間もないので今日雑すぎる。え、あれですね、結構セミマット、なんかツヤってよりは割とがっつりフェイスパウダー、うん、なんか触り心地、こう触った感じ、結構なんて言うんだろう、カバー力というか、ちゃんとフェイスパウダーですね、つかない、マスクとかにつかない、よれにくい。あ、ほら見て、パッと明るくなりました。時間ないんだよね、マジで。かわいい、パッケージもかわいい、アイシャドウかわいいよ、これ見て、かわいい、こういう色好きだし、私こういうピンクのね、アイシャドウを選ぶんだよね、いつもメイクさんに
花岡はねピンクがかったアイシャドウが合うって言われてからピンクを選んでるんです。あ、柔らかい、やっぱクリームだからすごい柔らかいです。来るかな、ツヤッとツヤッとキラッとしてる感じ、塗ってみたいと思いますが失礼します。あー、クリームだ、めっちゃ柔らか柔らかい。あー、こんな感じ。発色は強くないからこれ一個じゃちょっとやっぱ色がね弱いから足りないかもしれないんだけど、めちゃくちゃラメが大きめですごい、一個つけただけでキラッとして可愛い。下にもいっちゃおー。あのねピンクのアイシャドウって肌のねくすみとかを飛ばしてくれるみたいで私は好きなんですけど、あ、可愛い、わかるかな、可愛い、キラキラ可愛いです。そしてクリーム状なのでね、なんか失敗もないし塗りやすい。そしてチーク、チーク可愛い、私チークあんまり普段塗らないんだけどチークになってます。割と発色は意外と良さそう。ざっくり撮ってみよう。でんでん、うーん、あ、ほんのりですね、ほんのり色づく系。なんといってもこのパッケージが可愛いですよね。うん、あ、可愛い、船岡の顔が生き返った。あ、めっちゃほんのりピンク可愛い、可愛い、可愛いですね。あ、可愛い、チークめっちゃ可愛いじゃん。最後リップ、リップは赤みってよりはピンクみが強そう。いい感じ、うん、いい色づき。なんか塗ってます感があんまなくてナチュラルに馴染む色ですね。あ、めっちゃ普段使いできそうな色。あ、かわいい、かわいいじゃん。そして残りちょっとだけメイクを足してきます。はい、ということでマスカラを塗ったりちょっとだけアイラインを足して完成、コスメデコルテのクリスマスコフレでメイクをしてみました。あのねやばいです。これはこのねチークと口紅が最高によくって、こちらとこれね、このクリスマスコフレ使うとマジで女の子の顔になれます。女子っぽいメイク久々にしたんだけど、やっぱりさ女の子はピンクが一番いいよねっていうのがね証明されました。コスメデコルテのクリスマスコフレピンクベースのメイク道具だったんですけど、気分が上がります。なんか女の子になった気持ちがしてとっても良かったです。今年のクリスマスコフレはコスメデコルテさんで正解でした。ありがとうございます、プレゼント。ということで私はもう時間がないのでお仕事行ってきます。皆さんもお仕事頑張るんだよ。以上、女子なお顔の船岡でした。またねー。